これを当てるとこからやっていきますかね。まず選ぶで、マテリアルのタブ、UV チェック用のね、四角がいっぱい並んでる、テクスチャー当たってるんですが、まあこれは消して新規でマテリアルを当てます。名前はまあ何でもいいんですけど、スキン M というのにしておきます。で、簡単のやつにする。で、カラーのとこから画像テクスチャーを選んで開く。でですね、これをくっつけた。で、今このスキン M のマテリアルを全部に当てたいのでですね、よいしょ、リンク作成というので全部に同じマテリアルを当てます。ショートカットはコントロール L、 ここにリンク作成って言ってるんですが、まあ、この黄色いやつがアクティブのオブジェクトで、オレンジのハイライトついてるのが選択されているオブジェクトなんですが、アクティブのオブジェクトのマテリアルを選択しているマテリアルにコピーするみたいな感じなんですね。なんで、コントロール L を押して、マテリアルとやると、こんな感じで、全部にスキン M、今作ったマテリアル当たります。